京都バス高野営業所。京都バス高野営業所は、京都市左京区高野竹山地にある京都バスの営業所である。主に、洛北地域を管轄している。京都市営バス以下、市営バスの岩倉、国際会館駅以北、大原地区撤退に伴い路線の移管を受け、市営バスを代替する系統が運転されている。その経緯から、 同地区にまたがる路線では、京都市が発行する各種有体乗車証が使用可能である。一方、花瀬線、静止線など従来から、京都バスが運営する路線では同様の乗車証が使用できない。また、大原江北及び京都山、大前江北では、京都観光1日、2日、乗車券、スルッと関西京都一でチケットの利用ができないなど、路線ごとに扱いが異なる。 なお、京都市佐京区の出町流駅前から川端通、国道367号で、八瀬、大原を経由して、滋賀県高島市旧木の、くつき学校前に至る路線である。某村バス停より、くず川明王院、くつき学校前バス停より、くつき温泉及び道の駅くつき新本陣、くつき朝市へアクセス可能である。 国道367号を通る京都バスの路線としては唯一市が県内まで、かつ京都市外も運行する路線であり、スルッと関西の最北エリア、鉄道、路線バスの双方を含むとなっている。また、同区間を走る小伊豆市政や大原線と異なり、一部区間で道路状況が比較的良いバイパスや振動などを経由するため、 所要時間も各系統に比べて短縮されている約1時間25分。なお、当社の営業路線では運行距離が最も長い。路線内には珍名としてテレビ番組でも取り上げられた途中バス停、大津市があり、ここから、くつき方面は高弱交通型宅塚川線と同じ経路をとっているバス停も途中より同社と共同利用。 終点のくつき学校バス停は、高島市街にある JR 湖西線アド川駅方面からの高、弱交通路線のターミナルとなっている。なお、新道足尾谷橋停留所は、くつき学校前駅のみ停車し、逆に、出町流駅前駅は停車しない。毎年3月16日から12月15日までの土曜、休日及び8月14日から16日に1日、 に往復運行される。かつては毎日運行されていたが、滋賀県高島市からの運行受託金が廃止されたため、2011年4月1日から、土曜、休日のみの運行となった。また、ハイキング客が多い場合は、続行便が運行されることもある。平山系の登山、ハイキング客の輸送を主眼とした路線のため、通勤通学輸送は全くと言っていいほど考慮、されていない。 なお、くつき学校前への延伸以前は、葛川梅の木折り返しの十一系統として取り扱っていた。これより先への延伸で、京都市内はもとより、出町柳駅で、京阪本線、大東線等相互に乗り継ぐことにより、大阪方面から新規延伸区間の葛川梅の木、くつき学校前間への利便性が格段に向上した。この系統に限り、野駅前から、 八瀬大橋までの八瀬バイパスと、大原から小千谷までの小千国バイパスを通るので、注意する必要がある。以下、大原線も同じく、花園バシーナンは均一運賃区間となっている。これより、以下の路線は、京都市内だけで完結している。1989年10月5日の、京阪大東線開業までは、三条京阪から永山電鉄。 営電出町柳駅への連絡利便性を図るため、当社バス路線の限定で、リレーバスと称していたことがあり、三条計半、出町柳駅を経営しない18系統と、出入庫系統を除きこのバスと営電との乗り継ぎ割引きもあった。当路線においては17系統が主要な系統となっており、16系統はその区間便という位置づけで、ある。 三条京阪付近で一部ルートが異なる。17系統は京都駅を、16号系統は市場河原町を支点に、市内中心部を走り、三条京阪からは川端2、国道367号を走行し、八瀬や大原、三千院、宝泉院、若光院、大号院、松林院、未光院、大原郷土に至る路線である。また、 18系統は7条通、東、王子通、東山通、今出川通、白川通、国道367号を経て、八瀬、大原に至る路線である。清水寺、祇園、銀閣寺といった京都東山における観光地が多く存在する地域を行する。一部区間変更後、市営バスが古くから営業している区間に京都バスが後から参入した路線の一つである。 ダイヤは17系統が毎日運転で1時間に3本、程度。16系統は朝夕と夜間に運行され、18系統は土休日に一往復のみ設定されている。平線と同じく観光シーズンを中心に臨時便が増発される。本路線は京都市営地下鉄、カラスマ線を延伸に伴う市営バスの路線再編により岩倉地区、 国際会館駅北の路線で運行していた路線の遺憾を受けたことによって現状に至った。国際会館駅前から白川通、国道367号を経て、八瀬、大原、さらに、左京区北西部の集落である、小地国、小出石、公民館前バス停に至る路線である。国道367号のバイパスが並走する。 区間は旧道を経由する便がほとんどであるほか、約半分の便は大原折り返しとなっている。また、旧道、古地国を経由して、小出石、公民館前まで運行する便の大原、小出石、公民館前は、自由上行区間となっている。本路線は、慢性的に渋滞の激しい市内中心部を走行していないため、比較的低時性が保たれている。そのため、 市内中心部から市営地下鉄、カラスマ線やエーデン本線を乗り継いで大原方面に向かうルートので所要時間が最短となっている。また大原園での積雪時は大原で車両交換を行い大原、小出石、公民館前を区間運行としてマイクロバスでの運行を行う場合がある。観光路線であることから同社公式サイトなどで 積極的な広報がなされている。2007年2月までは1日片道1本だけ、大原から国際海間駅を経由して一条山まで運行する便があったが、現在は廃止されている。上高野花園橋間は、均一運賃区間扱いとなっている。大原線が全時間帯において川端通を通るのに対し、岩倉線は、 市場河原町から河原町今出川まで河原町通りを経由する便が主流となっている。ダイヤの詳細は後日。また、出町下駅北では宝ヶ池までは、平線、大原線と同じ経路を取り、宝ヶ池で岩倉方面へ、白川通を直進して、進路を変える。ダイヤは、以前は岩倉実装院発着と岩倉村松発着が15分ヘッドで、 交互に運転されていたが、2018年3月17日に、岩倉村松発着が1時間に3本、岩倉実装員発着が1時間に1本の運行に変更された。なお、四条河原町岩倉駅前間は、双方合わせて15分ヘッドが維持されている。以前は三条系半前発着ではなく、四条大宮から発着していた時期もあった。なお、 この路線は上記に示した通り4系統あるが、市場河原町発の便では時間帯によって運行経路が大きく異なる。すなわち、市場河原町で町柳駅で川端通を走る21.41系統は、市場河原町発の発から午前10時までしか走らない上、岩倉方面からの便はない。また、市場河原町で町柳駅で河原町通りを 走行する23.43系統は、市条河原町発は午前10時以降のみであるが、岩倉方面から来るものはすべてこの運行形態となる。深夜には、高野車庫への入庫便が深夜0時40分過ぎまで運行されている。岩倉三宅町以南は近一運賃区管内となっている。両路線は比較的新しい系統である。国際会館駅から、 岩倉方面への路線で、京都市営地下鉄、烏ラ線延伸に伴う市営バスの路線再編の際、その代替路線も含めてまずは24.26号系統が新設され、後に29号系統も新設された。なお、24.26系統のうち、長谷別れを経由せず岩倉下財寺長を経由する便が運行されている系統番号の区別はなし。 24.26系統の岩倉下財事長、経営は朝夕のみである。また、26系統も当初は朝夕のみの運行であったが、畑枝線の減便に伴い現在は終日運行されている。なお、26系統の運転区間で、国際会館駅発の深夜バスが3本運行されており、岩倉駅前岩倉村松が自由公社区間となっている。 29系統は日中1時間に1から2本程度設定されていた。2018年3月17日のダイヤ改正で大幅に減便され、朝の国際会館駅前駅のみの運行となった。かつてはカラスマ2を南北に貫く系統で比較的本数が多かったが、現在は北大路駅以南では大幅に減便されている。また、かつては京都駅前から、 映山で鉄鉄機の駅前までの48系統が1時間に1本ほど運行れていたほか、岩倉実装院発着の47系統も運行されていた。ミドロ外イケ定所付近の道路は共愛路となっているため、誘導する警備員が配置されている。狭隘な道路を運行するため、小型車や中型車が中心に使用されるが、朝や夕方を中心に大型車も使用されている。 ミドロガイ南は均一運賃区間内。宝ヶ池公園北口及びミドロガイ南は均一運賃区間内。出町柳駅と京都市左京区北端部の集落である広川原地区を結ぶ路線である。出町流駅前市原間は静止線、加納線と同じ区間を走る。現在は中型バス、一部マイクロバスで運行されており、 山間部の倉間温泉広河原間は自由、上高区間となっている。倉間温泉以北は、典型的な過疎地域ながら、戦術のマイクロバス化などで1日4往復体制を維持していたが、2012年5月の改正で、広河原業最終便を休止し朝の出町柳業始発便を平日のみの運行に変したため、1日平日3.5往復、土曜、 休日3往復体制となった。全体を通しての運行時間は約2時間。平線に次いで運行距離が2番目に長い路線であるが、倉間温泉以北はほとんどが京愛寺であることもあり行き、違いのための停車などがあることから、運行時間は東路線は一番長い。下の静止線、鴨線と同じく、京都産業大学前以南は均一運賃区間内。 鴨川中学前から、宿路教官は、大路は、鴨川東岸を、袋は西岸を走る。2017年3月18日実施のダイヤ改正により、平日のみ一往復の運行から、土日祝日のみ一往復の運行となり、2018年の改正から、休日ダイヤのみの運行となった。高橋以南は、近一運賃区間内。本項目では、 上記路線に加えて、京都バスが貸切輸送として行っている、上鴨シャトルバスと2件茶屋シャトルバスにも触れる。30、休校36系統、上鴨シャトルバスのルートは次の通りである。京都産業大学から、茎の分かれまで行き、そこから鴨川沿いにみその橋まで進む。ここで、上鴨シャトルは、上鴨神社の方へ向かう。その他は、みその橋を渡り、 鴨街道を南下していく。上鴨橋で北山駅を経由して、出町柳駅へ行く30系統が分かれる。その後、北大路駅を経由し、各方面に分かれる。一方、40系統は、元は宝ヶ池シャトルバスであったものを一般路線化したものである。2004年10月1日から試験運行を開始したもので、経路は、 大学から二軒茶屋交差点を経て、京都市道、畑枝青い森線を経由し、国際会館駅に至る路線である。試験運行は2006年3月までの期間限定であったが、その後も設定が続けられ、2006年6月1日に京都バス40系統に変更となった。また、京都産業大学キャンパス内では、 三大国際会館駅前館の運賃190円が100円になる補助券が大量印刷されておいてあったが2012年3月31日をもって終了新たに回数券が発売された学生向けに特割定期券が販売されており大学が年間約3000万円を補助して運賃を割り引いている運行ダイヤは 京都産業大学のカレンダーに合わせて設定される。授業のある平日は A ダイヤ。授業がない平日は B ダイヤ。授業のある土日祝日は C ダイヤ。それ以外は D ダイヤと呼ばれる4パターンが用意されており、各系統によって適用されるダイヤが異なる。2009年9月から国際会館駅前発散対抗直行バスが授業のある平日朝に設定された。 38系統は A と B、30系統と、行三36系統は A と C である。上鴨シャトルバスと2軒、茶屋シャトルバスは40系統と同様、授業に合わせたダイヤが組まれている。なお、上鴨は2001年4月から、京都バスが担当している。2軒茶屋は2001年4月から、運行開始された。京都産業大学内の山コロシアムは、 京都バスの車庫として利用されており、乗務員控室も設置されている。シャトルバスの運行には、年間約7600万円の経費が、発生している。通常は平日と土曜に運行されているが、行事がある場合はその他の日でも設定がある。なお、上鴨シャトルは、嵐山営業所の車両が使用されている。地球圏前停留所以北では、 京都市の経路福祉乗車所が一条山北では京都観光1日、2日乗車券の利用ができない。永山電鉄貴船口駅から貴船バス停までを結ぶ路線である。1990年頃までは三条京範へ直通していた。なお、貴船バス停は貴船神社まで徒歩10分、倉間寺方面への登山口までは徒歩5分程度である。なお、 木船口駅前、木船は自由乗降区間となっている。また、道路が境愛であることからマイクロバスでの運行である。ダイヤは、永山電鉄に接続する形で平日、約20分ごと、休日15分ごとで運行が行われる。なお、11月は、永山電鉄と同様に、臨時ダイヤで運行するほか、木船地区で、ライトアップが行われる11月中旬から11。 松には20時台まで臨時便が運行される。以前は春分の日から11月30日まで運行の路線であったが、現在は木船の人気化に伴い通年運行されている。ただし、12月中旬から3月中旬までは終バスが1時間ほど早くなる。2018年のダイヤ改正で高野車工業の便は春分の日のみの運行とされた。 鉄道やバスで行くと直通ルートがなく所要時間がかかる大原と船口、安んを不動四十4号下が茂精、現大原線経由で直接結んでいる。そのため、一部区間では集落がある旧道ではなくバイパスを経由している。九十五系統は百八十六年に運行を開始し、毎年春分の日から十一月末までの休日に、 限って1日3往復運転されていた。しかし観光シーズンの渋滞による遅延の頻発や乗客数の減少などにより2011年を最後に定期運行が終了となった。京都バスでは大原と倉間という2つの観光地が将来にわたって人気化する可能性を捨てきれない一方、路線自体を一旦廃止してしまうと復活させるのに 地体等との調整を要するなど手続きに手間と時間がかかることから保有している路線免許の維持のため現在は毎年春分の日に片道一本のみつまり年に一便だけ運行するダイヤとしているこのことが幻のバスとして広く知られるところとなり2015年と2016年に運行された際にはテレビのワイドショーで取り上げられいずれの運行でも 乗客の多さから、急遽もう一大臨時便が用意される、2016年には、その両弁とも満員になったほどだった。2017年3月18日実施のダイヤ改正で、大原、木船口間で定期運行が復活したが、95系統は廃止されることなく、春分の日のみ、大原倉間片道1便の運行という、携帯のまま存続している。 55系統は、2017年3月18日実施のダイヤ改正に伴い新設された路線。季節運行で土日祝日のみの運行だった95系統とは異なり毎日3往復運行される。また制限学校前マイナスシズハウス前館は、制限振動ではなく集落の間を縫って走る、旧道を通る一方で、市原、木船口館は2の、 セバイパスを通るといった点も異なる。なお、2の、セバイパスを通るため、その間の上の中途にのせにはいかない。この路線は、京都バスの中では56系統と並んで最も、新しい路線である。これまで直通バスがなかった、地下鉄国際海間駅から、木船地区へ直通している。そのため、京都駅から、東福寺。 デマチ経由へ電気船口まで乗車する従来のルートに比べて所要時間が短縮されている。また、日中の五重系統の内航の役割も兼ねており、木船への観光客があまり多くない平日昼までも、木船にの設置区の住民にとって、市内中心部へ行く際に便利な手段となっている。2013年3月30日に、倉間温泉、木船口間を延伸したほか、 2017年3月18日には、2の、セバイパス経由の便を新設した。なお、2の、セバイパス経由の便は2乗せ、上野中には止まらない。マイクロバスで運行されていた。山間部のヒイラギやクモガハタイワヤバシは自由、乗降区間となっている。2012年3月31日をもって、運行を終了し、翌4月1日からは、クモガハタバス、モクモクバス、 ジャンボタクが運行を開始した、運行は、八坂自動車にいたく、嵐山営業所と共感していた、2005年5月16日に新設され、京都バスの中でも比較的新しい路線であった。市営バス5号系統が、京都市営地下鉄、烏ラ線全線開業に伴って減便された後、松ヶ崎海事理町、松ヶ崎駅を起点に新設され、 市場河原町まで運行されていた。本系統は松ヶ崎海事理町松ヶ崎駅から三条計班前までは渋滞が少ない道路を経由して運行されていたためこの区間での定時性は高かった。しかし三条計班前から市場計班前から市場河原町間は渋滞に巻き込まれることが多かった。系統新設時には1時間あたり3から5本の 運行であったが、2006年10月1日からは1時間あたり2本程度に減便出た。さらに2011年5月6日からは、平日の一部の時間帯を呼び、土曜、休日は毎時1本に減便された。同時に、左京区総合庁舎前を経由して、高野車庫まで延伸された。なお、市場通り、三条通り周辺は、三条京阪を奇襲点とする。 岩倉線、花園線や市営バス各路線とは逆の経路で運行していた。2012年5月1日に白川線に代わり、先京区総合庁舎、松ヶ崎、修学院地域への路線として新設された京都バスの中で最も新しい路線であった。これまでの白川線55系統と異なり市場、河原町、三条京阪方面は経由しない。 循環運転であったが、半数は出町流、駅前ターミナルで運転が打ち切られるダイヤで、また、土曜、休日ダイヤでは、時計回りの運転はなかった。しかし、ダイヤ改正ごとに運行が縮小され、2017年3月18日のダイヤ改正で利用者禁止であるとして廃止された。これに伴い松ヶ崎海尻町、松ヶ崎橋間の登校区間は、旧市路線となる。 採行区間は運行されている。また、本路線のみの経路であった、松ヶ崎通の北山通、北大路通館は新たに、高野岩倉入古線、宝ヶ池公園経由の経路となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。